ハマゼリは、セリカハマゼリ属の二年草。別名、ハマニンジン。海浜植物。根は、多肉で、地中に深く直下する。茎は、基部から分かれて、斜めに立ち、時に直立し、長さは10から50センチメートルになり、上部は分子する。根室葉は、長い葉平を持ち、ロゼット状に地面に伏す。茎につく葉は誤生し、タンム状吹葉になり、 全体の長さは3から10センチメートルになる。小葉は耐性、分裂し、厚みがあり、光沢がある。葉平の基部は、葉章となる。花期は8から10月。分子した枝の先端に、小型の副産系果女をまばらにつける。花は、小型の白色の五弁花で、花弁は内側に曲がる。副産系果女の下にある双方辺、小果女の下にある小双方辺ともにあり、 細くて短く、円に毛が生える。果実はやや扁平な休憩で、長さ3ミリメートルになり、文化の高市場は太く、表面側は竜骨状に張り出す。床は文化の表面側の角、蝉溝下に1個、文化が接し合う、合成面に2個または4個ある。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、海浜の砂地や岩礁地に生育する。 世界では、朝鮮、中国の東北地方南部に分布する。果実は、競争剤として利用され、煎じて飲む。ありがとうございます。